今ですね、どこにいるかというと、インドの高知にいます。高知。高知じゃなくて、インドの南部、南インドの、ケーララ州というね、ところなんですけど、ケーララ州。まあ、そこの中心的な都市です。で、そこでね、今いるところが、ポートコーチンの方から、自分はこちらの市街の方まで来ました。この辺り中心ですね。見ていただくと、ビルがそこ2つ建設中です。結構ですね、この辺りビルが建設中のところ多くてですね、まあ、これから、まあ、ビルがね、建ってくるのかなって感じはします。インドやっぱ高度経済成長期ですからね、これからまだまだ発展していくと思います。人口も本当に、ここ、20年で2倍近くまで増えてますからね、びっくりしますよ、このインドの人口の、ね、増えてると。本当にインドは大きな都市が多いです。やっぱり13億人近く人口がいるので、ね、トラックも。で、一応これ信号があります。結構やっぱりこっちはね、もう運転荒いですね。で、その運転のあれでクラッシュもやっぱよく鳴らしますしね、やっぱ日本とは違います。で、今このどこに行くかというと、ムナールってとこいます。ムナールっていうのは、ケーララ州なんですけど、125キロほど東に行ったところです、高知から。で、高いところになるのでね、避暑地みたいな感じになっててですね、まあ、校舎なんか反射って言います。今これ試験、今朝8時14分なんで、これから出勤しようとする人も結構いると思います。